ベストスナップ。ベストスナップ来ました。ベストスナップ来ましたよ。年末っぽくなってきましたよ。いや年の瀬ですよ。年の瀬、年の瀬。私が今年撮ったスナップ、いろんなところで撮らせてもらったんですけども、10選、うん、にします。相当撮ってますし。相当撮ってますよ。写真も動画もっていうパターンをこの年やってましたし。そうそうそう、ね、日本の場合はね、はいはい、あのスナップ動画も撮ってる、はいはい、あとは海外はそのまま撮ってるけど、ちょっと選ばれしって感じしますもんね。もうね、でもなんとなくあーってわかるかなって気もする。じゃあ1枚目、どうしようかな。まあ皆さんこれ分かってんじゃないかな、これ分かってんじゃないかな、はい、キーちゃん。あーキーちゃん、これは今年撮った中で結構印象的でしたね。こんな12歳おるんやった。キーちゃんは、うん、吉田さんのところの娘さん、6のディレクターの、そうそうそう、はい、でちょうど6が移転するよくらいの時にキャットストリートで撮らせてもらったんですけど、はい、受け答えははっきりして、はい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 、ちゃんとした子に育ったなっていう背も高そうでしたね。そうそう、あとバランスが、 手足が長かったからバランスよかったから、うん、洋服似合う体型だから、うん、12歳そこらでヴィンテージ着こなしますかっていうね。それやっぱり吉田さん譲りのあれありますね。サラブレッドですよ。センスがね。ね、サラブレッドですよもう。そうですね。続いて。じゃあこの子も私割と好きだったな。ミラノから。じゃん。あはい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 。一時期待ち受けでしたからね、私ね。パソコンのね。これを見て震わせたんですよ。体型のモチベーション維持頑張ろうって思ったんですね。なんかすごい旬な子だったなって思って、まあディーゼル着てるってこともあるけれども、うんうん、あのそのシーズンの旬を一度一気にギュッと集めた子だなと思って、うんうん、普通にショーに着てたかった。普通にショーに着てた。私有名な人撮らないよ。ですよね、うん、顔とスタイルしか撮ってない、うんうん、名前で撮ってない、ね、名前撮ってない。あのデニムのクラッシュ感みたいな、はい、あとデニムの腰履きの履きこなしと、はい、ヴィンテージっぽいファーバッて着てるそのコントラストと、でもキャップみたいないろんな要素が混ざりつつ、でもなんかこうお腹もちゃんとくびれててヘルシーな露出もありつつみたいな、うん、じゃあ次はどこから行こうかな。あ、じゃあ大人の女性行きますか。しかもいい切り番だった。じゃじゃん、おめぐみさんです。ジジナのめぐみさんです、はいはいはい、ちょうどその私がそのストリートスナップジャパンで撮ってて5000人だったんですよ、はい、メモリアルなこともあって、はいはい、で自分自身も結構4990何人くらいから探してて、はいはい、あの絶対5000人はそのすごいスペシャルな人撮りたいなって思ってずっとこう温めてたの、はいはい、いやめぐみさんのスタイリングはさ世界に誇るくない。うん、なんかカテゴライズできないっていうか、うん、なんでこれとこれ合わせてでこれでまとまってるのみたいな、うん、すごいトリッキーなものトリッキーなもの合わせてすごい不思議な感じにするのに、でもすごいなんか透明感ない、うん、少女性かな、ちょっと笑ったとことかは。ああ、わかるわかるわかる、キューってくる、うんうんうん、詳しくはねジジナの回とかで見てもらえればより感じることができるかもしれない、うん、じゃあ続いて4つ目、こちら最近ですね。お、今回のパリコレのベストオブベストのなんですね。この腰回りの着こなしが特にすごいなって思って、今私これ待ち受けですからね。出た変わってる。かっこいいのがパンツオンパンツオンパンツなんですよ。あの下着の方のパンツを2つ重ねていて、その上に汚いデニム重ねているっていう、その着こなしも好きだし、ストライプとボーダーとかこの組み合わせの仕方、はいはいはい、とかも好きだし、汚いくせにとあの清潔感があるんですよこの人。多分それはすごい汚い服着てるからこそ、うん、あの手入れシャツの手入れだったりとかをちゃんとしている感じで、パリッとしてるの、うんうんうん、そこがすごい良かったなって。あとこのウォレットチェーン、うん、すごいですよね。もういろんな要素混ざりつつ、うん、オラオラしてるのに清潔感があり、うん、見どころ満点なんですよ。5つ目いきましょうか。5つ目いきますか。じゃあこちらはまたジャパンに戻ってまいりまして、はい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 、こちらも私の推しメンでございます。推しメン、はい、じゃん、ムクーン。へえ、私はタトゥーに言うじゃないですか。あ、はい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 、はい、そうそうそう、それもあってですね。なるほど、うん、なんかのお店の前ですね、ちょうど多分お友達のお店でフラッと遊びに行った時にフラッと撮らせてもらった。では具体的にどの辺が、タトゥータトゥータトゥー、タトゥーですか。タトゥーに弱いからね。タトゥーファッションですからね。そうそうそう。じゃあ6人目。あ、こっちも、あ、別に計らずもなんですけど、タトゥー彼女です。
あんまり印象に残ってないですね。あ、本当これは、うん、3月のディオールで撮らせてもらった彼女なんですけど、このドラマティックなワンピースがすごい好きなのと、超女性っぽいじゃないですか。女性性っていうか、みんな女の子全員好きなフリルみたいな、はいはい、なのに、はい、このタトゥーがしっと入ってたりとか、あの褐色の肌のちょっとエキゾチックな感じとか、こうなんだろう、いろんなもののミクスチャーが感じられてすごい好き。いや、こういうシルエット私も永遠に好きだもん。あと女子は全員好き、私も永遠に好き。そう、フリフリしてて肩出しても何回か見たことありましたね。お察しの通り彼女に影響を受けております。なんならこれでスタイリングでさ、私あの肩出しのさアイテム作ってたよね。あ、そうだそうだ、それが印象だわ。ソースになってるじゃないですか。はい、お察しの通り。その印象だ。じゃあ7つ目。7つ目、写真としてお気に入り、こちら。おお、ゆうきくん。ゆうきくん。はい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 、はい。ちょうど夏、真夏のルブタンのポップアップやった時ですね。日本とは思えないですね。この青と赤のコントラスト良くない？うん、リゾート感ある。そう、パリピーっていう。詳しく言ってヒムセルフっていう古着屋さん、高円寺のオーナーの。そうそうそう、もうゆうきくん、うん、あれですね、祐天寺学芸大を一緒に回りましたね。あ、やりましたね、夏前ぐらいに、ね、うんうん、楽しかったですね。楽しかったね、あのお店も。もう一回さ、でもあれやりたいね。まあそうですね、紹介しきれてないぐらい。いっぱいあるもんね。まだあの回はありますよ、ね、いっぱいある、いっぱいある、ね、学芸大湯気、祐天寺、中目黒、うん、やりましょうよ、うんうん、やりましょう。あ、タトゥー入ってる。ね、どんだけタトゥー好きなんだろうね。どんだけ好きなんですか。不思議な、なんでゆきくんこんだけさ、はい、ゆきくんいっぱい遊んでもらってて、はい、ゆきくんの店紹介してないの。違うお店紹介させておいて、ヒムセルフはなおざりにしてるっていう。じゃあ来年あたりね、来年高円寺行きましょうか。そっかね、行きましょうか、ね、じゃあ8つ目。8つ目、私の今シーズンの象徴する1枚でした。ほう、こちら。あ、はい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 、はい、この子見つけた時はびっくりした、はいはい、でこの子多分その私も初めて撮らせてもらった子だし、パリコレとかもそんなに来てない本当にルーキーの子なんですけど、伸びると思う。スナップで常連さんになれる可能性ある。なるほど。そのくらいセンスもすごい良かった。セミナーでよくあの結構取り上げてましたね、うん、取り上げてましたね。見られた方は分かると思うんですけど、うん、あ、トレンド全部入ってたもんね、うん、柄でしょ、はい、パンツシルエットの着こなし方と、あとネクタイ、うん、ストライプ全部じゃない。あともう一つ、あのサルトリアリストのスコットって私の友達でスナップ撮ってる大御所がいるんですけど、はい、彼も撮ってた、うんうん、スコットも目つけたかって思ってたの。ちょっと上からわかるよ、わかるよって。じゃあ9つ目、あと2つになりました。9つ目はじゃあね、この彼もなかなか同志自由な着こなししておりますよ。はい、ケイタくん。ああ、はいはいはい、ベルベル人の、スタッフの子ですね。はいはいはい、ケイタくん、よく古着屋さんのね、古着屋さん、はい、よく会う。そう、ケイタくんすごいさ、固定概念に縛られないスタイルにしない、はい、毎回違う格好してて、まあ、これは本当に弱の部分なんだけど、本当自由だなって。あとすごいファッション好きなんだろうなっていうのを感じられるから、うんうん、私の中で原宿の誇る男の子だと、うん、はいはい、じゃあラストいきますか。ラストはですね、この子も今シーズンでしたね。ダン。あ、はい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 、この子も今シーズンくらいから現れた子で伸びていくと思います。9月に撮った子ですかね。9月10月のパリですね。どの辺が腰、このレースのスケスケの水色のパンツの下に赤のストッキング履いて、はいはい、また赤のパンツも履いてるんですよ、はい、でちょっとちょい見せさせてて、うんうん、この透けかける透けの感じとか、あと全体的な色のバランス、アイテムもすごいトリッキーなもの多いじゃないですね。この帽子だったりとか、ネックレスやサングラスだったりとか、はい、何のまとまってんだろうねっていう、うん、なんだろう、力技を感じた。10戦見てきましたけど、明智くんははーんっていうのがあった。めぐみさんですかね。あ、まあね、メモリアルだしね、うん、そうですよね、うん、まあ来年もじゃあ動画なり、うん、引き続き写真もコツコツ撮り続けていこうかなと。ですよね、本業ですからね。本業ですからね、うん、YouTube で知った人は何者か分かってない方もいるかもしれない。そう、私本業は、フォトグラファーです。フォトグラファーとジャーナリストをしています。今更
手堅い職業についております。YouTuber ではございませんよ皆さん。そうですね、泥臭いことやってるんですよね。泥臭いんですよ。地べたの仕事をしてもおりますよ。そうですね。はい、皆さんはこの10選どれが良かったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとスナップ回が結構まとめで入ってるから、私これ好きとかね、この人印象的だったとかまた見直してもらえると詳しく見てもらえればいいかもしれないですね。結構いろいろ入ってるからね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。